成功の秘密を紐解きます。そして先日入籍したばかり卓球福原愛選手は幸せオーラ全開。まさかの発言にスタジオ中が思わず笑顔に。あのアスリートを一流にした劇的スイッチ。リオオリンピックで2大会連続のメダルをつかんだ卓球女子日本代表、決して諦めることのないそのプレーは日本中に感動を届けた。年齢もキャラクターもバラバラの3人、しかし一流選手へと成長するまでにはある共通のスイッチがあった。今大会日本チーム最年長としてキャプテンを務めた福原愛、頼もしい姿が記憶に新しいが、やはり忘れられないのが元祖天才卓球少女時代の愛ちゃんの姿。母千代さんのスパルタ教育が泣きながらでも練習を続ける福原愛の根性スイッチを入れていた。そしてリオオリンピック団体戦無敗、大活躍した石川佳純、彼女のスイッチは両親が家を建て替えてまで作ってくれた自宅の中にある卓球場。およそ40畳の自宅練習場で母と練習に明け暮れた日々が日本のエースのスイッチを入れた。3年生の夏休みに両親が家に卓球場を作ってくれて、新しく家建ててもうこれね、中途半端な気持ちでやれないなって思いましたし、信じてくれたことが嬉しかったので、絶対に成功したいっていうのは3年生ながらに強く思ったことは今でも覚えてます。さらに初めてのオリンピックで日本の銅メダルを決めた伊藤美誠、15歳の劇的スイッチはお腹の中から英才教育。伊藤選手として育てたのは母みのりさん。時には深夜にまで及ぶ厳しい練習を2人で行っていた。ストイックな感じでしたね。自分のお母さんだったらできないなって。なんとしても娘を一流選手にしたかった母。英才教育は生まれる前から始めていた。お腹の中にいる頃から、はい、自分でオリジナルで筒を作って試合の映像を見るのがすごく好きだったので、お腹が大きい時にその映像を見ながらこう筒で解説したりとか。なんと伊藤美誠のスイッチはお腹の中でオン。さらに生まれた後も本当に厳しかったんですけども、まあ、子供が寝た後に寝顔を見ながら、もうここまでしなきゃいけないかなって言いながらも見ようと思う。世界チャンピオンだよ。オリンピックで優勝するよって言って、グーグー見ながら、って言って娘は。まさに規格外の英才教育。娘はどう思っているのか。今思うとゾゾッとしますね。みたいな。でもそれのおかげで卓球やったかもしれないですし、
まあ、やってよかったのかもみたいな。お互い大変だったんで、一緒になんかやってくれてありがとうって感じ。親子二人三脚、夢を叶えるために、厳しくも温かい母の愛情こそが彼女たちをメダリストへと成長させたスイッチだった。続いてはそんな伊藤美誠選手と大の仲良しという同世代アスリートです。岡添さん、はい、分かりますよね。わかります。はい、これはフィギュ